第一次エチオピア戦争。第一次エチオピア戦争。第一次エチオピア戦争は1895年から1896年にかけて戦われたエチオピア帝国とその植民地化を図るイタリア王国との戦争。エチオピアに対する当時のヨーロッパ側からの故障であるアビシニアを用いて第一次アビシニア戦争とも呼ばれる。当時、 アフリカ唯一の独立国と呼ばれたエチオピアは、ラスと呼ばれる、地方軍閥による反乱と、大い三脱が繰り返される時代を迎えており、周辺国、スーダンなどとの戦争も行われていた。加えて、テオドロス2世の時代に、イギリス軍とのマグダラの戦いに敗れ、ヨハンネス4世の時代には、イタリア王国との間で、エリトリア戦争が勃発。 エリトリアを実行支配されるなど海外勢の侵略も、本化していた。そんな中、エチオピア帝国の属国であった、ショア王国のメネリク二世は、エリトリアのイタリア中東軍の支援を受けて対立する、勢力を破り、ティグレ地方、アムハラ地方を征服して1889年3月25日、エチオピア皇帝へ即位した。5月2日、メネリク二世は、 イタリアとのうっちゃり条約を締結した。その条約はエチオピアがすでに占領されているエリトリアの割動を認め、代わりにイタリア側が引き続いてメネリク2世の新政権を支援するという内容であった。しかし条約のイタリア語の内容とアムハラ語の言い回しは異なっており、アムハラ語の文章ではエチオピアは他国との外交をイタリアに 必ず通告せねばならないと書かれるに止まっていたが、前者は外交権を含めて多くの統治権限を喪失する、いわば保護国家に近い内容になっていた。1895年、メネリク2世の抗議に対して、イタリア政府はアムハラ語の文章も言い回しの違いだけで内容恥であると返答、メネリク2世は条約を破棄すると宣言した。イタリア政府は、 経済面の問題から増援を送らずオレステ・バラキエリ将軍のエリトリア中東軍に進行を命じた。この背景にはエリトリア戦争での経験から非近代的なエチオピア軍は数的に多数でも火力で圧倒できると踏んでいたためでもあった。また、エチオピア内のラスが反乱を起こす可能性も考慮されていた。 1893年にイタリアのエリトリア中東軍は同地に接するティグレ地方に進行を開始、ベネリク二世の強権の前に意外にも予想された大規模な反乱は起こらず、少なくともアムハラ系軍閥は結束して戦場に向かった。加えてイタリアにとって最大の誤算はエチオピアの皇帝直轄軍が数年の間に極めて先進的な装備を手にしていたことだった。 イタリアの進出を危惧したフランスは、自国の貿易利益の拡充と、スーダン軍への対処も含めて、ベネリク二世に膨大な重火器や大砲を売却していた。こうした、敵の敵からの輸入による、軍近代化は国産による根本的な近代化ではなかったが、間近に迫る危機には、大いに役立った。1894年12月、戦況の有利を見て、 エリトリアでによる反乱が発生する。バラティエリ将軍は、部下のピエトロとセイリ少佐に命じて、これを鎮圧し、ボトヘゴスを処刑、並行して、地方国家の首都であったアドアを占領するなど進撃を、継続した。1895年1月、有力軍閥のチョーラス免シ者がエリトリアに攻め入って、来るのを迎え撃ち、コアチツの戦いで破って、敗走に追い込んだ。 この勝利は以前の戦闘やスーダン軍を破った経験と合わせてイタリア陸軍のアフリカ人の軍隊への潜入感を決定的なものにしてしまった。最も,もこうした選挙評価はイタリアだけではなく武器を譲ったフランス自身もメネリク2世を見捨てる可能性を検討し始めていた。そればかりかバルドー条約の支持を得るためにイタリア側に有利な行動までとっていた。一方で メネリク二世は1895年9月に、ョ和王国の軍隊を援軍として、戦争に加わらせる決定を下している。1895年12月、イタリア陸軍は、エチオピア軍への追撃を開始したが、1895年12月7日に、発生したアンバ・アラギの戦いで、メネリク二世はエチオピア皇帝直轄軍の活躍によって、 ようやく近代家計を有効活用した反撃を行うことができた。損害を受けたイタリア陸軍は、ジュゼッペア・リモンティ将軍指揮のもと、一部部隊を未完成の防衛陣地に残した上で各地に展開していた軍を集結させた。勢いを得た、メネリク二世の皇帝直轄軍は、前線陣地の包囲を開始したが、数度にわたって、イタリア陸軍の防御により失敗した。 戦闘の末、イタリア側の陣地司令官は、以前軍閥と結んだ協定を活用して、交渉の上で陣地を明け渡し後方の軍に合流した。対するメネリク二世も、陣地を明け渡した兵士たちに、武器の保持を許し、移動用の乗り物を渡すなど冷説に乗っ取った態度を示した。この一連の行動は、メネリク二世が未だ、イタリアとの和解を望んでいたと解釈するのが、 一般的な通説であるが、歴史家、ハロルド・マーカスは、メネリク二世の行動を後に、アドアの戦いで、地形的なうを得るための作望だったと述べている。軍閥とは違い、エチオピア主力軍が、近代的な装備と戦術を獲得している状況を、知ったバラティエリ将軍は、決戦を巧みに回避した。これは、エチオピア軍が、常備軍制度ではなく、 長期間にわたって軍を動員し続けられないことを理解していたためであった。しかし、イタリア本国の首相、フランチェスコ・クリスピはヨーロッパ列強の一角を占めるイタリア王国がアフリカ人相手の戦を避けていると前線の軍を批判し、バラティエリに対しても決戦に打って出るように言明を下した。やむなく、バラティエリは1896年3月に エチオピアア主力軍の構えるアドアへと向かった。1896年3月1日に発生したアドアの戦いで1万5000名前後のイタリア陸軍4個旅団は若干のエリトリア兵を増援に加えて10万を超すエチオピア軍とアドア北方で退治したエチオピア軍のうち少なくとも8万人はライフル銃と軍服を装備した近代不評であったバラティエリは 野衆を仕掛けることで少しでも長期を高めようとしたがメネリク二世はイタリア陸軍に負けた際に学習しており万全の体制で迎え撃ってバラティエリを落胆させた戦闘は数と火力の両面で上回ったエチオピア軍の猛攻によってイタリア陸軍とエリトリア民兵隊は多大な損害を受け最終的にイタリア陸軍の九千五百人から一万二千人が戦死 負傷し、エリトリア民兵隊も2000人が死ぬか捉えられた。エチオピア側も死者、負傷者合わせて1万名前後の損害を出した。捕らえられた兵士のうち、イタリア人兵士は戦後の関係回復を望んだ、ベネリク2世の方針で手厚く扱われた。しかし、エリトリア人兵士や反乱兵は裏切り者として右手と左足を切り落とす残忍な刑処せられた。 メネリク二世は首都アディスアベバに帰還してこの思いがけない勝利にイタリア政府がどう反応するかを伺った。イタリア国内では軍の規模に差はあるもののアイラウの戦いのフランス帝国よりも高い戦死率を前に経戦論よりも植民地戦争に対する厳滅の方が王国内に広がっていた。二週間後、フランチェスコ・クリスピ政権は 民衆の罵声の中で崩壊することになった。その後、エチオピアを訪問した新政権の外交団とメネリク二世の間でアディスアベバ条約が締結され、本来のウッチャリ条約と同じ内容、エチオピア独立承認、エリトリアの割譲が確約された。条約の締結後、フランスとイギリスも相次いでメネリク二世を訪問して、自国の権益について話し合いの場を持った。 その後、エチオピアの独立は第二次エチオピア戦争まで維持されることになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。